ハロー YouTube。 はい、どうも皆さんこんにちは。勉強系 YouTuber のブレイクスルー佐々木です。おいーす、どうもシャブでーす。今日やっていく企画はね、非常一風変わった企画なんですけれども、まあね、ブレイクスルー佐々木が、考案しました100マス積分というものを、使ってですね、積分力を、向上していこうという、そういった企画になっております。まあね、この動画の対象者はね、まあね、これから大学受験を控えて、まあ積分をしなければならないんだけれども、まあ積分がどうしてもできない、そこの君であったりね、まあね、君であったり、君に対して、君、そこの君、になります。というわけでね、100マス積分をやっていきたいなというふうに思います。でね、100マス積分ってなんなん？何なんっていうことになってくると思うんですけれども、どういう感じのものかっていうとね、まあここの今示しているもののようになっているんですけれども、まあ縦軸に積分範囲で、横軸に非積分関数をとって、まあ100マス定積分をしていくという、まあそういったメソッドになっております。というわけでね、これから僕がじゃんじゃん解いていこうかなというふうに思っているんですけれども、ただ単に100マス積分するだけでは面白みが欠けるので、今回は、まあ、小学1、2年生、小学校低学年の児童たちが、100マス計算をするのに、かかる平均タイム4分を目標にして、100マス積分を解いていこうというふうに思います。それじゃあ早速、VTR、どうぞ！さあ、行くぞ！それじゃあ解いていきたいと思います。はい。開始！まずね、非積分関数をね、まあ、積分していきたいと思います。はい、終わりでーす。はい。時間の無駄感半端ねえ。